こんにちは、新谷まさきです。本日はハイツリバティ東区城というですね 1LDK の物件の方に来ております。まずこちらは洋室の方なんですけれども、もともと和室だったお部屋をですね、今回洋室に改造、されまして、大変綺麗な室内となっております。そして、収納の方はこちらですね、押し入れタイプの収納になっておりますので、お布団なども入れていただける大きな、サイズとなっております。さらにですね、バルコニーは南向きということで、今もですね日差しが大変入ってきております。明るいお部屋となっております。ちょうど前のですね、今はこう畑が広がっておりますので、開放感のある景色となっておりますね。周りも戸建て住宅がたくさん建てられておりますので、大変静かな住宅地となっております。でこちらお隣がですね、リビングのスペースとなっております。こちらもね、このように JR タイプの窓になっていますので、とても開放感がありますね。でこちらにはエアコンも1台ついておりますので、初期費用も抑えられる物件となっております。まあ、例えばですね、この木目調の色合いで、映像の方もですね、すごく柔らかいナチュラルな色合いとなっております。でこちらでもですね、このような、大変高さのある収納がございますので、大きなお荷物も入れていただくことができるようになっております。でキッチンはこちらですね、しっかりとお料理がしていただける、コンロ置いていただけるタイプとなっておりまして、で収納もですね、こういった形で上下についております。水切りでもね、2段ありますので便利に使っていただけますね。でこちらおしゃれなね、換気できる窓もついておりますので、換気そして明るさも取れるキッチンとなっております。で玄関はこちらですね、入ってきていただいて、こちらの右手にこういったですね、作り付けのシューズボックスがございます。上にも何か、ね、置いていただけますので、こちらもね、玄関をきれいにスキッと使っていただくことができるようになっております。そしてこちらはお手洗いですね。そしてこちらは鏡付きの洗面台もバッチリついておりまして、お隣には洗濯機も置いてもらえるようになっております。でこちら奥がですね、浴室となっておりまして、しっかりと、使っていただける浴槽のタイプとなっております。これですね、水回りがしっかりと独立したタイプになっておりますので、女性のお一人暮らしの方にも大変おすすめの物件となっております。詳しくは当社のホームページでご確認ください。奈良のおもてなしなるお風呂新谷まさきでは、皆様のお家探しを全力でサポートいたします。以上でご紹介させていただきました。バイバイ。